谷原牧は、長野県松本市中山、内田周辺に存在した、直子牧、品の十六牧の一つ。演技式には、品の十六牧と言われる次の十六の牧が記述されている。大室牧、高井牧、笠原牧、平で出宮都の牧、新町牧、塩原牧、岡野屋牧、山賀牧、餅月牧、長倉牧、潮の牧。 萩原牧、大野牧、長うの萩倉牧。毎月4月に都に献上する久米は、品なの国全体で80匹と指定されていた。品なの16牧以外には、貝に3牧、上うえのに9ぼく、むに4牧があり、品野と、貝は、左馬津つさが、武蔵と上野のは、右馬津まさが所管した。類じ三大各所集の大乗館譜には、延略16年に、 三巻の長官である、官木に、千曲軍、萩原の牧田六長を、公開伝として賜ったとある。また、萩原からは、牧館長の祖先らしきものが発掘されており、牧館長は、萩原牧に置かれていたものと考えられる。あずまの文字2年3月12日の上にある、関東五治業国々内の三木見最小注文には、左湯松笠の品の五木十八がある。 この中に、萩原薪はないが、筑区郡の五木としてある南内、北内の二木が、萩原薪の発展したものと考えられる。シナノの直芝牧はいずれも左馬松笠の荘園化するが、公営3年、シナノの治行国主である小賀の中道は、国賀の機能の形外化に乗じて、左馬松笠の領下である、東印化が、シナノの国賀木を横領していると主張した。 ありがとうございます。